お昼寝文学6日目、プロット2、あらすじのあらすじ。えー、皆さん、こんにちは。長谷川雅史です。えー、お昼寝文学小説を加工シリーズの6日目ですね、えー。プロットの続きでプロット2になります。えー、あらすじのあらすじっていうね、えー、ちょっとまあ、プロットというもの自体の説明をね、ちょっと。あの、 本当はあの最初に話すべきですけど、ちょっとこの順番が逆になってしまいましたけど、<laughs> とりあえず、プロットというものについて、概略をねお話ししたいと思いますので、よろしくお願いします。プロットって何かっていうと、日本語だと概要とかね、公害とも言いますね。ほとんど、あ,あらすじのことなんです。要はあらすじのことなんですけど、 あらすじをですね、さらに因果関係だけに絞ったものと言えると思います。まあらすじのさらにあらすじですね、まさにタイトル通りなんですけどね。でこれは2日目の、えーおや、お昼寝文学2日目のですね、物語こそ論理っていうのをぜひ参考にしてほしいと思うんですけど、えー、っと、まあ、どういう流れかというとですね、 例えばこういう感じです。一、えー、こうしたいと思っている主人公にある出来事が起きたのでこうした。二そうしたらそこうなった。三するとこうなったので今度はこうしてみた。四さらにこうしたら最後はこうなったっていう。終わりってことですね。本当にあのこ,うこういう形だけなんですよ。こういう構成なんですよね。それをプロットと呼びます。で、これはあのー、 新人賞とかね、新人文学賞に投稿したことがある人は、大体いいわかると思うんですけどあのほ、ほとんどの新人文学賞にはね、添付することが必須なんですよね。あの本編の他にプロット書いてくださいっていうね、だいたいまあ、400字詰め原稿用紙、まあ、2枚から5枚ぐらいですかね。あのまあ800字から2000字とか、そんな感じですかね。 で、このプロットかけ、プロットつけてくれっていう要求なんですけど、これはただね、投稿するハードルを上げるためとかじゃなくて、えっと、むしろね、親切心なんですよね。むしろこれだけで公費がほぼ決まると言ってもね、過言じゃないと思う。僕もあの新人賞に投稿して、まあ、一応その昔あの、一応ね、受かったこととかも。あの 受かった通ったこともあるあるんですけど、あのー、これだけでね、合否が決まりますよあの。少なくとも一時審査は絶対そうですね。とあのいろんな編集者とか、あとはまあその下読みの方のサイトとか、ね、見たことあるんですけど、まあ、大体これで分かります。 でそもそも本編を書くためにも、やっぱ不可欠な設計図だと思うんですよね。こういうものがないと、結構きつい。ま、漫画家の方のネームとかね、そういうものに近いかなと思うんですけど、えー、逆にね、プロットなしでよく本編が書けるなと、えー。この小説で自分がどこを目指しているのかとかね、自分が何書きたいのかとかね、あるいは何を書きたくないのか。 そういうものがね、はっきりするんで、このプロットなく書くっていうのはね、結構逆に厳しいんじゃないかなと。でもちろんね、いろんなタイプの作家がいるので、あの絶対ではないですよ。あのプロットをか書かずに、考えずに、いきなり書くんだ、僕はっていうね、そういう人も実際にいて、それで成功してる人もね、たくさんいますんで、あの絶対必要ではないですけど、まあまあ、あ,のあった方が、 かなり助かるだろうっていう、個人的にはそう思います。えー、個人的にはね、あの設計図を書くってことを進めますね。でもう少しちょっと詳しく言うと、プロットにですね、思考や感情だけの分はいらないってことですね。えー、どういうことかというと、えー、そして彼はこう思った。えー、そして彼はこう。 怒った、えー、そして彼はこういうふうに悲しかった。という文章で終えてはいけないって、まあ、書いてるんですけどどういうことかっていうとですねそう思ったそう感じた結果どう行動したかそれが大事なんですよねどう,どう動いたかってことが大事なんですよこういう感情だけで終わるのはあまりあのまあ複になるんだったらね全然いいんですけど あのどう行動したかの方が大事です。どっちかというと。だから全文、全ての文章をあの必ず動詞で終えるってことですね。動詞で、え動詞の後で当点がつくっていう感じですかね、えー。その結果何が起こったか、その連なりをですね、結末まで書く、それが大事だなと思います、えー。で、ぶっちゃけですね、あの素晴らしい小説っていうのは、プロットだけ読んでもね、面白いんですよね。 えー、まあ、プロの編集者っていう方はですね内容それだけで想像できますしあとは、えー、自分がどう味付けまあ脚色といいますけどねどう脚色するかも思いつけるってことですねでおそらくですけど最終選考まで残るかどうかっていうことまでね予想できるんじゃないかなと思いますよこの編集,編集さんとかねまあ下読みのプロの方も多分ねこのプロットだけでだいぶね だいぶその想像できちゃうと思うんですよね。えー、まあそういう感じなのでちょっとねこれをえっと今までの「の桃太郎」を全部まとめてこの「新切桃太郎」としてねちょっとやっていきたいと思いますので <laughs> え全部今までのお昼寝文学の小説を書こうっていう シリーズの全部をぶち込んでみましたのでちょっとね長くなっちゃいますけど <laughs> よろしくお願いします、えーまあ、気象転結に分けて、まあ、一応さらにあとはね、えー、おまけのどんでん返しもつけております、えー、まず気象転結のキーですね、えー、川から流れてきた大きな桃の中から生まれた赤子が、えー、桃太郎と名付けられ、えー、鬼の乱暴狼藉から村外れに逃げてきた おじいさんとおばあさんのもとですくすく育つ。まあ、これが起承点けど、まあ、一番最初の設定ですよね。まあ、舞台設定ですね。えー、桃太郎は他の子よりも強くて、成長の早い自分の出自に疑問を持つと。まあ、これが A ですね。願いですね。こういう、えー、A が誕生します。えー、ある日、人に化けて家に泊まった、 鬼が桃太郎を襲い、えー、おじいさんがその桃太郎をかばって死んでしまうということですね。基調転結の章、えー、桃太郎はおばあさん、秘伝の、ま、ちょっとここ、設定変えてます、えっと。おじいさんじゃなくておばあさんの、まあ、家に伝代々伝わる秘伝のきび団子、えー、その製法で作ったきび団子を携えて、鬼退治へと旅立つと。 まあこれが B ですね。ミッション。スタートですね。えー、途中で犬、猿、生地をきび団子を分け与えて仲間に加える。まあ、これはあのー、オーソドックスなストーリーを踏襲して、えー、そのまま使ってますね。で、気象転結の点ですけど、えー、やっぱり犬とね、相性悪い猿がですね、チームを脱退しちゃうっていうね。 経営の中っていう、えー、ことわざを使っ,て使ってちょっとこういう動きをつけてみました、えー、猿は、えー、鬼チームに寝返るんですがそこで1人だけ親切にしてくれる人間の女性と出会うとでキの仲裁と女性の手引きによって、えー、猿は乗り込んできた桃太郎チームに復帰するんですやっ,ぱりあやっぱり俺桃太郎チームだわ 改めてね、あの、元さやの良さっていうのを実感してですね、やっぱりあの、元に戻るんですよね。そうするとふざけんなって言って、鬼チームたちがきれると。で、猿は中ボス鬼と相打ちして死ぬということですね。これが天ですね。で、基調点結の血で、えー 桃太郎は猿の件でね、女性に感謝して女性は桃太郎を見て感慨深そうに涙を流すとで桃太郎は自分がラスボス鬼と女性、まあ、これが実のお母さんだったんですけどそのハーフだったことを知ると、えー、だから女性は泣いてたんですよね自分の息子と久しぶりに会ったのでえっ、ー、とまあ要は このお母さんが、えっと、鬼ヶ島よりも人間のほうがいい、人間社会で暮らす方がいいだろうってことで、あの桃に入れてね、流してたっていう、まあ、設定、書いてないですけどね、そういう設定で、まあ、でたまたまそれが、えー、海を渡って、あの奇跡的にですねあの、村に、村の川に流れ着いたっていうね、こと。 ですかねまあ、その辺の設定はもうちょっと詰めないとあの不自然ですけど、まあ、とりあえずそういう形ですね。まあ、これベタネタすみませんということですね。えー、まあこれはあのラスボスが実の父親だったというベタ,ベタですみませんということですね、まあ。全部ベタですけどね。えっと、で 次,次いきます。鬼の血が混じっていたことにショックを受けた桃太郎に対して、えー、母親がですね、でもお前には人間の血も流れているじゃないかというふうに説得して、まあ、自尊心を取り戻させるというね、こういうシーンもちょっと付け加えてみます。で、これが A の達成ですよね。えっ、ー、と、自分の出自を知,る知ってショックだったけど、まあ、これもあの克服するってことですね、ここでね。桃太郎が。 で、父、父鬼は戦闘の邪魔をする桃太郎の母親を殺すと。邪魔だーって言って、まあね、パシーンって、あの、弾き飛ばしてそそ、ね、壁にぶつかって死んじゃうとかね、そういう感じですかね。で、桃太郎は、えっと、それでもね、なかなか倒せないぐらい強い、半分しかね、鬼の血は半分しかないので、えー、その怒り、逆上だけではね、やっぱり倒せないと。 そこはちょっと不自然だと思うので、えキジが残していたキビ団子を食べて、戦闘力を高めてで、それでやっと桃太郎は父鬼を倒すと。で、これが B の達成となります。で、まあ、おまけですけどね、サラダのどんでん返しっていうのを付け加えるとすれば、えー、鬼父は支店、えー、の最弱の一人だったっていうこと、まあ、父鬼か。 どっちもいいや。視、え、点、ー、の最弱の1人で、まあ、なんですかね、これで、2、3、4まで書けるということですかね。あとは、まあ、平和な村の牢屋で人が鬼化したしたてしまうのを記事が見えると、えー。鬼ウイルスはすでに村にも蔓延していたということでですね、えー。ちょっとね、あの、 昔話版バイオハザードみたいなこともできますかね、これで。えー、ちょっとねあの、コロナウイルスの時期にちょっとあの不謹慎な設定かもしれないですけど、まあこういうことも全然あの使い加えられますよね。えー、という感じでですね、えっと、まあ一応これ あの現代小説というか現代エンタメ小説風に書くとしたら、まあ、これぐらいの設定はやっぱり必要かなと桃太郎にも、えー、こういう設定は必要かなというふうに思いますので、えーまあ、まだまだこれはね全然まだ粗い設定ではありますけどねこれぐらい書けばちょっとねだいぶあの普通の桃太郎よりも面白くはな,るなっているんじゃないかなと思いますので、えー、ぜひね皆さんも あのこれを参考にして、えー、自分の物語を膨らませてですね、えーえー、自分だけの、ね、世界を、ね、作ってみてください、えー、それではまた次回あ,のありましたら是非あのまた見ていただければと思いますではありがとうございました